それ英語で書いてあるんだからね、英語読めないと分かんないんだけどさ、まあこの本は日本語で書いてあるからね、英語読めない人も分かるんだとか。それでね、そのなんでね、私がねこのオレンジ計画のことを言ってるかっていうとね、オレンジ計画が分かんないとね、石原莞爾のね、石原莞爾っていう人が世界最終論っていう本を書いてるんだよね。これは有名な本なんだけど、それで その石原莞爾はその世界最終論っていう本に基づいて、そのアメリカと対峙していくにはどうするかっていうんで満州国を作ったんだよね。満州国をとは何ぞやって議論する場合に、その満州国を作った石原莞爾の思想は世界最終戦論であって、世界最終戦論ってのは何ですかというと、オレンジ計画に対抗して我が日本が生きていくためにはどうしたらいいのかってことなんですよね。とオレンジ計画が分かんなかったら、ね、石原莞爾の世界最終論が分かんないんですよ。だから大学の先生方はオレンジ計画が分かんないからね石原莞爾の世界最終論が分かんないんですよ。で、石原莞爾の世界最終論が分かんないから満州が分かんないんですよね。中国から謝れって言うから、じゃあ謝っとこうかねと、それだけの話でしょ。これでね、学問って言えるんですかねと、いうふうに私は思うんですけどね。で、結局このオレンジ計画なんだけど、オレンジ計画ってのはいつかっていうとね、明治30年にね、オレンジ計画ってのができてんだね、もうすでに。それで、その後ね、日露戦争に日本が勝つと、また改定してね、これは明治39年なんだけど、1906年版オレンジ計画っていうのがあって、それでその日本をね、アメリカはね、海の戦いで日本海軍を打ち破って制海権を奪いね、通商上の封鎖により日本を休暴と疲弊に追い込むと。それでその日本を徹底的に抹殺するね、悲惨な結末を迎えるまで手を緩めずね、日本に徹底的にダメージを与えて屈服させ、ね、日本を無条件降伏に追い込んで日本アメリカに服従させる。これもうだから明治39年にもう作ってんだね。でその通り淡々とやって、原爆が2発落ちて、昭和20年にアメリカの言いなりの国になっちゃった、ね。もうだから着々とこうやってるわけですよ。それから明治40年になるとね、その1年後にはこれを改定して、アメリカ海軍はね、太平洋をね、一歩一歩前進するという飛び石作戦を採用する、さっきお話しした人はなんか太平洋のね、なんだっけ、なんとかと琵琶湖だったかな、なんとか玉砕したとか、そういうような戦績の写真を見せていただきましたけど、その作戦計画っていうのは明治40年に作ったんだ、すでにね、すでに。それでさらに明治44年になると、オレンジ計画ではね、最初にアメリカが日本を経済的に封じ込めね、経済封鎖に苦しみ抜いた日本が暴れ出すのを待つと。でアメリカは、日本はね、フィリピン、ガム、ハワイを占領してアメリカは海軍を太平洋からチクチクするだろうと。アメリカはこれを海上作戦で破って日本の通商路を破断して日本の息の根を止める、ね、これを明治44年に作って、太平洋戦争はその通りに実行されたんだよね。だからこの恐るべきね、そのオレンジ計画、これとどうやって日本は対峙していったらいいのかっていうのはね、日本人の重要な課題だったんだね。どうしたらいいのかと、この強いアメリカに対して、ね、で昭和初期になると、ね、その日本でもいろいろね、そのどうしたらいいかってことで、まあ、昭和6年8月なんですけど、海軍少佐の石丸藤田っていう人がね、日米果たして戦うかっていう本を出してたね。それからさらに石村さんが翌年5月に、昭和10年頃に起こる日本対世界戦争というのを出してまして、から昭和7年には財団法人優秀会、なんか軍人のなんか集まりみたいなものらしいんだけど、米国海軍の真相というのが出てるね。それから昭和8年8月には平田晋作という
軍事評論家が我らもし戦わばということで本を出してまして、この昭和初期の6年昭和7年頃の段階で、ね、そのアメリカの、ね、オレンジ計画に対して日本はどういうふうに対処したらいいかって言います。みんな苦しみ抜いてたんだね。その苦しみの中でこの石原莞爾が世界最終論を作ったんですよ。でその世界最終論っていうのは要するに、ね、満州の馬族とかなんかしか住んでないようなところだけど、これを近代国家にして、ね、それでソ連に対峙すると同時に、ね、アメリカに対抗していく軍事力を作っていくんだ、そういう発想のもとにね、この満州を建国したんだね。だからこの意味は分かんなければ、だからそれで石原莞爾の世界最終論っていうのは、ね、アメリカに対抗するために、その満州を建国して近代化するとともに中国、シナと組んで日本、まあシナって言ったけど日本、満州、シナ、日、満、シで提携してアメリカに 対抗していこうよねというのが石原莞爾の世界最終論ですからね。石原莞爾が中国と戦争するってありえないんですよ、全く。それはだからそれはあれですよ、その加藤陽子先生が石原莞爾が中国を侵略する意図を持ってたなんつって書いてんだね。それとあれもおかしいって人はいないんだよね。なんでおかしいことはおかしいって言わなきゃね、ありえない話なんだよ。石原莞爾としては日満氏の協調によってアメリカに対峙する、だから日清不戦論なんですよ。単なる平和主義者じゃないですよ。平和か戦争かなんつってね、アメリカと対峙するのは日本と満州を近代化させて近代国家にして日本と満州とシナで組んで対峙していくんだ、それが世界最終論なんだ。世界最終論を理解しなかったら満州は理解できないんですよ。それでね、次8番目入りますけど、日本陸軍は一体ではなくね、4派閥が攻め合っていたということなんだね。4派閥ってのは何ですかっていうとね、まずね、宇垣屋ってのがあったんだね。宇垣一成って人がやって宇垣屋、これはね、政党政治を尊重してね、軍縮しましょうと、国防予算を増やすわけにもいかないからね、人件費は減らして、それでその減らした分で近代装備を入れましょうということであってね、これは宇垣一成とかね、鈴木総六とか稲見一郎、金谷半蔵というような人たちで、この人たちは満州事変は反対だったんだね、不拡大方針だったんです、宇垣が、ね、これはでも主流派だったんですね、その大正終わりから昭和から初期に。それからもう一つは行動派っていうのがあって、これはまあ 2.26 事業を起こす人たちなんだけど、これはソ連主要敵国をソ連にすると、ソ連にね、で、ソ連と戦うんだから、ね、シナやアメリカ、イギリスとは絶対に戦わないと。だってこのソ連ってやっぱり強いんだから、相当ソ連と戦うときにシナと戦ったり、イギリスとアメリカと戦ったり、当然勝てもないと。シナや、シナというか、当時は彼らはシナって言ったんだけどね、差別用語って意味じゃなくて、彼らはそう言ったんだよ。だからシナとイギリス、アメリカとは絶対に戦わないと、圧力を起こさないと。それで我が陸軍はソ連との戦いに全力を投入すると。これは行動派なんだね、2.26 事件なんか起こす人たちは。それから石原莞爾は満州組って言うんだけどね、満州組、これもね、シナとは不戦、戦わないということだよね。だけどアメリカとは戦わない人だって、ここが攻めてくる、オレンジ計画持って攻める計画持ってるんだから何にもしないわけにいかないでしょと。ただ戦わずに済むには軍事均衡を確立して、軍事銀行によって、戦わずに済むようにしたいねというのが満州組なんだね。これが石原莞爾なんだ。それから統制派というのがあって、これはシナを一撃してね、ソ連、アメリカ、イギリスと戦う。
これが東条英機、永田鉄山なんですよ。だから陸軍は4派閥あったわけで、4派閥が、いやお前違う、いやそうじゃない、あいやこうする、こう喧嘩っていうか、喧嘩っていうか、まあ、対立っていうかしてるわけですね。だからその、なんていうか、陸軍は全然一体じゃないわけですよ。でこれ加藤陽子さんなんか言わせるとね、その昭和前期においていつも問題を起こすね、問題児、陸軍でありました。陸軍っていうものがなんか一つに見えちゃったね、彼女の目から見ると。陸軍ってのは4派閥で争ってるから、こっちが強くなったり、こっちが強くなったり、こいつとこいつが組んで、こっちがやったり、こいつとこいつが組んで、こっちが上がったり、4つでほぼ差をしてるわけです。その政治的力学を解明しなければ近代史を学んだってことにならないんですよ、実は。で、それから次言いますけど、9番目、立党報告書の真実っていうのがあるんだね。立党報告書の真実、我々は学校で習うのはね、その国際連盟が、ね、派遣した、ね、立党調査団がね、その日本の軍事行動を不当とした、ね、それでその国連決議でね、日本の採決されてね、で松岡洋介は退場してね、日本は国際連盟から脱却して国際的孤立を含め太平洋戦争に突入したんであります、まあ、そういうふうにね、学校でね、まあ、習うわけね。私もそういうのならばそうなんだろうなと長らく思ったんですけど、私はいつも本当かなっつって、何でも疑問に持つ、子供なんで、本当かいなっつっていろいろ調べたんだね。立党報告書を読んだんですよ。立党報告書、ね、立党報告書はどうですよ、その日本が悪いなんて言ってませんからね、一言で言うと。だから立党報告書は、ね、言ってるのはね、その満州問題というのは中国と日本の間でそのトラブルがある、これはおっしゃるんですよね、まあ、これは間違いない。で中国の主張はこういう主張である、日本の主張はこういう主張であると、これもその通りで全然、主張が違うな、当たり前の話になってくるね。そこで我が立党報告書は、我がじゃない、立党報告書はね、その、日本の満州における特殊権益を認めると、それで、しかしその日本が満州を支配するのはちょっとやりすぎだから、ね、国際連盟のもとに自治政府を作って、その国際連盟のもとの自治政府が満州を統治すると、ね、それで国際連盟の管理下に置く自治政府の中心は日本人とするってんだよ。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、西橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。